議長吉田幹人君。はい、いわき市議会政制会の吉田幹人です。先日8月9日10日の2日間にわたっていわきの医療まちづくり公開シンポジウムを開催いたしました。一般市民だけでなく市職員そして医療関係者の方々にも多数足をお運びいただきまして誠にありがとうございました。そこでは医療関係者の懸命の努力によって今のいわきの医療がギリギリのところで支えられているということを改めて認識いたしました。市民を代表して医療関係者各位に対して感謝申し上げたいと思います。また講演者だけでなく市内外から30名もの方に貴重な提言をいただき ご寄稿集としてこのような形でまとめました。ご関心のある方は私までご一報いただければと思います。では以下通告順に従って一般質問を行います。大きな一つ目は共立病院の建て替えについてです。いわき市で経営しているいわき共立病院は現在建物の建て替えが検討されております。建て替えにあたっては莫大な費用がかかるとともに多額の税金投入、多額の市債発行という将来世代の負担が発生することから極めて慎重な判断が求められます。先日の医療シンポジウムにおいても震災後の浜通りの医療を支援してくださっている東京大学の上正弘教授が明確にいわきの医療を良くするためには人材育成が第一で300億円もかけていわき共立病院の建て替えとはならないと極めて反対ですと主張されておられます、そこで1点目、勤務医師数不足の現状についてです。地域医療は医師と看護師が主要な役割を担っています。そこでいわき共立病院に所属する常勤医師数の推移をお伺いします。共立病院事務局長。共立病院における各年度4月1日現在の常勤医師数につきましては平成17年度141名、18年度141名、19年度130名、20年度121名、21年度119名、22年度112名、23年度111名、24年度110名、25年度114名、26年度114名となっております。以上。吉田幹人君。はい、ご答弁の中で 10年前には140人所属していた勤務医が30名近く流出していることが分かりました。これはこれまでの医師確保、医師招聘の施策が結果としてなかなかうまく機能しねしてこなかったことだろうと思います。次に移ります。医師流出の原因の一つとなっていると考えられるのが2004年に起きた福島県立大野病院産科医逮捕事件です。かいつまんでお話ししますと出産時の医療行為により妊婦が死亡し産婦人科医個人が責任を追及された事件です。注目されたのは警察の取り調べによって医師に手錠がかけられたということです。医師個人の刑事責任は問われなかったものの病院地方自治体が医師を守る姿勢に欠けたことが今日まで医療関係者のみならず医療法務を学ぶ医学生に深く語り継がれておるところであります。これが福島県産婦人科勤務医に対するいわゆるスティグマ汚名となっているところがあります。私は地方自治体がそのスティグマを払拭するような姿勢を医学界医学生に対して積極的に見せることこそ必要なのではないかと思います。そこで医療行為過失時に医師個人が刑事責任問われないよう医師を守る仕組みが共立病院にあるのか伺います。病院事業管理者。はい、当院では標準的な診療ガイドラインに基づき適切な医療行為を提供するとともに医療安全管理指針等に従って医療事故の防止に努めているところであります。しかしながら医療行為においては常に事故の発生する可能性があることからそのリスクについて事前に患者及び家族に説明し
納得をいただいた上で医療行為を実施しているところであります。また医療事故が発生した場合は患者及び家族に十分に説明を尽くすとともに、当院の医療安全管理委員会において事故原因を精査し情報を共有することで再発防止を図っているところであります。なお医療行為に関連して患者が予期せず死亡した場合、医療事故の原因究明と再発防止のため第三者機関への届け出と院内調査をすべての医療機関に義務付けた地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が公布され、現在国において来年10月の運用開始に向けた届出基準等の指針が検討されておりますことから、その内容について注視してまいりたいと考えております。議長、吉田幹人君。はい、では医師を守るというポリシーを明確に持って進めていただきたいと思います。医療行為には患者への体への侵襲、すなわち一定のリスクが必ず伴います。医療事故は確率として必然的に起こり得ます。医師を守るため、医療行為過失時に医師個人に対して損害賠償請求された場合など、何か共立病院として対策等に取り組んでいるのか伺います。病院事業管理者、はい、当院が実施した医療行為に過失が生じたことによって患者の身体に障害等を発生させてしまった場合においては、担当医師個人のみの責任とすることなく、病院全体としてその責任を負う必要があるものと考えております。このような場合においては、担当医師はもとより病院長や上席医師が一体となって患者や家族の皆様に対し誠意を持って十分な説明や謝罪を行うほか、与えた損害の賠償についても適切に対応しているところであります。議長、吉田幹人君。はい、ぜひいわき市は医師や看護師の職業をリスペクトし大事にする自治体だということをアピールできるよう意を持って取り組んでいただきたいと思います。2点目は建て替えにあたっての課題についてです。いわき共立病院の建て替えは市議会において全体の予算承認はまだなされていないものの、現在いわき市と大成建設との間で工事契約の交渉中と伺っております。そこで、工事契約には物価スライド条項が盛り込まれる予定です。これは契約金額にかかわらず、その後の建設物価が高騰した場合においてはその割合に応じて自動的にオートマチックに契約金額が増加するものであります。そこで本体工事の物価スライド変動の見込みを伺います。共立病院事務局長。先の震災以降、各地で復旧復興事業が進められる中、建築資材や労務費が著しく高騰しており、当面はこうした傾向が続くものと見込まれます。議長、吉田幹人君。はい、ご答弁のとおり、物価スライド条項によって場合によっては工事費がいわゆる青天井に膨らむ可能性があります。現在いただいている資料によれば、現段階での総工費は343億円ですが、さらなる物価建設物価の高騰は市民負担の増加をもたらします。仮に1割増えれば30億円、2割増えれば60億円です。平成30年度前後にはお隣の労災病院の建て替えも見込まれており、建設需要の逼迫は明らかであります。次に移ります。次に病院建設にあたって物価スライドによる事業費変動を踏まえた病院事業債の発行見込み金額を伺います。共立病院事務局長。病院事業債の発行見込み額につきましては、物価スライド等による事業費の変更や各種補助金等の状況により変動することとなります。以上、吉田幹人君。はい、
現段階では物価スライド前の段階で病院事業利用債が270億円、ざっくり言って市民1人当たり約10万円弱の負担となります。あなたも、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 そしてあなたの息子さんも、あなたのお孫さんも全員10万円の借金をすることになります。本当に市民は自分のこととして納得しているのか、私にはまだ分かりません。次に移ります。工事期間中は現在の駐車場が建設予定地もしくは工事車両向け用地となり、原則として外来用の駐車場がなくなります。そこで工事期間中の外来用駐車場の数を伺います。共立病院事務局長。事業者からの提案によりますと、工事期間中の各年度末における敷地内駐車可能台数につきましては、今年度末で約90台、平成27年度末および28年度末で約110台、29年度末で約270台とされており、工事の進捗に合わせて順次増加し、最終的には約1120台分が確保できる見通しとなっております。この間病院利用者には ご不便をおかけしますが、近傍地に病院利用者専用の臨時駐車場を確保し、病院との間でシャトルバスによる運行を図るなどの対応を図ってまいりたいと考えております。議長。吉田幹人君。はい。ご回答のとおり、工事期間中は現在約540台ある敷地内駐車場が激減し、数分の1の規模になります。現在でも駐車場待ちが発生している外来がさらに通院が不便に、著しく不便に なってくると思います。駐車場不足解消のために、ご回答のとおり、工事期間中は敷地外の離れた場所に臨時駐車場を用意し、病院との間にバスで、外来患者をピストン輸送する計画と伺っております。そこで臨時駐車場からバスによる、ピストン輸送による所要時間の見込みを伺います。共立病院事務局長。現在臨時駐車場と病院間を結ぶシャトルバスの詳細な運行方針について検討を行っているところでありますが、現時点におきましてはシャトルバスによる移動時間が片道約5分、乗降時間を含めると片道約15分程度を見込んでおるところであります。議長。吉田幹人君。はい。15分ということですが、通院には当該の所要時間の純粋な増加のみならず、乗り降りに要する患者の体力等も必要になってきます。また雨や雪等の悪天候の際には通院困難となることも予想されます。次に移ります。工事期間中は杭やパイルの打ち込み音等、工事車両の出入りによる粉塵が発生します。これらは入院患者にとって、良いはずはなく、明らかに、入院環境の悪化となります。そこで入院患者への影響を伺います。共立病院事務局長。工事に伴い一定程度の騒音や粉塵が生じますが、その影響を可能な限り低減するため万全の対策を講じてまいる考えであります。事業者からの提案によりますと、工事の実施にあたりましては騒音対策として 国土交通省認定の低騒音低振動型機械の採用や、建設機械稼働時に騒音の発生源となる動力装置部分の周辺等への防音シートの設置により騒音の低減を図るとともに、工事中の騒音振動を常時モニタリングし、一定レベルを超えた騒音等が発生した場合には直ちに作業を中止し、是正を図るなどの措置を講じるとされております。また工事車両の粉塵対策につきましても、ハイウォッシャーによるタイヤ洗浄や場内散水などの措置を講じるとされております。以上。吉田幹人君。はい。入院患者は一日中こう、ベッドに横たわっているわけなので、同じ敷地内を工事車両が走り回る病院よりも、静かな病院で安静したいという患者も多いのではないかと思います。次に移ります。
工事契約が迫っている中、建て替え期間中は外来駐車場の減少に伴う外来患者の減少、そして入院環境の悪化に伴う入院患者の減少が少なからず起きます。現病院の医療収益から医療費用を差し引いた医療損失は過去10年間累計で約200億円でありますが、平成26年度から平成28年度までの病院事業会計の収支見通しをお示しください。共立病院事務局長。当院におきましては、今年度の診療報酬改定を踏まえ、初版の影響を的確に見極めながら、現行の中期経営計画のローリングにより、今年度中に平成28年度までを計画期間とする新たな中期経営計画を策定することとしており、その中で収支見通しを明らかにしてまいりたいと考えております。議長。吉田幹人君。はい、残念であります。工事契約直前にもかかわらず、いわゆる市議会の、市民の代表である議会において経営の見通しをお示しいただけなかったことは残念であります。この段階において収支計画予測がない中でのプロジェクトを進めることについて、やや違和感を感じるところであります。次に移ります。いただいている資料によれば、基本計画で48億円を予定していた医療機器の金額が23億円に減額になっております。医療機器の一部をリース契約とした考え方について伺います。公立病院事務局長。医療機器をリースにすることにより、将来の医療技術の高度化を見据えた経済対応年数に応じリース期間を設定して、最新鋭の機器の活用が可能となることから、現時点において一部の医療機器の調達方法として想定しているところであります。議長。吉田幹人君。はい、一般的に医療機器の購入にあたっては、複数のメーカーから相見積もりを入手し、一定の値引きを引き出すことができるわけなんですが、リース契約においてはそのような値引きが期待しにくくなり、結果として総コストの増加を招きます。またイニシャルだけでなく、ランニングコストも含めたライフサイクルコストの観点が必要と考えます。次に移ります。追加土地買収費やシステム投資予算が343億円に含まれておりません。今後さらなる臨時を購入していくときに、さらに青天井で事業費が拡大する恐れがあります。別途対応としている用地取得費やシステム調達について、どの程度の事業費なのか伺います。共立病院事務局長。用地取得にあたりましては、土地の有効性を吟味するとともに、保証物件について個別に調査し、用地交渉の推移も見極めながら、その都度対応を検討していくこととしておりますことから、現時点において具体的な事業費を申し上げることは困難であります。また医療情報システムのうち、すでに導入済みの電子カルテシステム等については、昨年度に更新したことから、新病院への移設により対応することとしております。議長。吉田幹人君。はい、その都度対応ということで、病院完成まで一体いくらかかるのかというコストが不明という回答をいただき、大変驚いているところでございます。次に移ります。現在のいわき共立病院には、病院事業管理者を筆頭に、市の行政職員、そして勤務医、先ほどご答弁いただきました114名、そして看護師620名、ほかが所属しております。これらのスタッフは市職員という身分保障も含めて、全員新病院に移行するという考えでよいかお示しください。共立病院事務局長。現在当院で採用している医療スタッフにつきましては、基本的に全員新病院に移行することとなります。議長。吉田幹人君。はい、経営形態、そして医療スタッフ職員ともそのまま新病院に横スライドするということは分かりました。外側の建物が新しくなりますが、中身は一緒ということも分かりました。ありがとうございます。
そこで、再質問させていただきます。新病院開院後の収支見通しの中で維持数をどのように見込んでいるのか伺います。共立病院事務局長。新病院開院後の収支見通しにおける維持数につきましてはですね、平成26年度当初予算で見込んだ114名に対し10名程度増員した124名と仮定して試算しておるところであります。議長。吉田幹人君。はい、今維持数10名増 とのことですが、この10名増の招聘に向け今後どのような取り組みを行っていくのか伺います。共立病院事務局長。医師の招聘につきましてはこれまでも申し上げておりますが、連携大学院の開設とか寄付講座の派遣により常勤医師の確保に努めるとともにですね、新病院建設にかかる情報等を発信しながら関連大学医局等への働きかけ、こういったものを行ってきたところであり、今後におきましてもさまざまな機会を捉えて関連大学医局等に対する働きかけを行うほか、新たに開設した当院の公式 Facebook も活用しながら臨床研修病院として医学生への情報発信にも努めて医師の招聘を図ってまいりたいというふうに考えております。吉田幹人君。はい、いただいたご回答は前の議会の答弁とほぼ一緒でございまして、いわゆる国県関連先と緊密に連携して進めていくという非常にいわゆる他者依存的で非常にジェネラルな回答だと思います。現実としてそのような施策はたくさんこれまでやってきましたので、その結果が10年間で30名の医師流出を招いたというのも事実であります。現在共立病院においては常勤医が不在の診療科が 6科あると伺っております。小手先の対応では解決に至らず、新病院開院時にやはり医師が不足しているという状況を強く危惧するものであります。次にデザインビルド事業者選定委員会の役割について伺います。当初公募は複数会社の提案により競争原理が働いてより良い提案内容というのを見込んでいたわけですが、挙げてみたら体制建設一社のみの応募となり非常に残念なところではあります。そこでデザインビルド事業者選定委員会の役割が非常に重要になってくると思うわけなんですが、改めて同委員会の役割を示しくださいますでしょうか。共立病院事務局長。新病院デザインビルド事業者選定委員会につきましては、新病院建設にかかるデザインビルド事業者を公募型プロポーザルにより厳正かつ公平に選定するため設置したものであります。これまで同委員会においては公募型プロポーザルの募集要項の作成をはじめ、参加表明者にかかる資格審査を行う第一次審査および技術提案内容の審査を行う第二次審査を通じ、最優秀提案者を選定し、合わせて審査における公表や付帯意見などを取りまとめた審査結果報告書を作成し、病院事業管理者に報告をしていただいたところであります。議長。吉田幹人君。はい、デザインビルド委員会の残念な点は委員会内での議論が市民に非公開であったことです。また公開プレゼンテーション時にも市民から質問の機会は設けられなかったことだと思います。次に将来の用途拡張性について伺います。現在の共立病院の敷地は約7ヘクタールです。いわき市が保有する21世紀の森公園の29ヘクタールやかなり公園の60ヘクタールから比べると敷地狭小であります。市民が新病院に期待するところは建物自体が新しくなるだけでなく、将来的な敷地内の研究機関や老齢者向けの居住施設、介護施設等の併設があります。看護学院の敷地内建設など将来の用途拡張性についてお示しください。共立病院事務局長。
現時点におきましては新病院本体の拡張スペース以外の新たな用途拡張は想定しておりません。以上。吉田幹人君。はい、まあ、せっかく何十年ぶりかの新病院建設ですので、できれば大規模な研究機関の併設と用途拡張性をお考えになっていただけないかなと思っているところでございます。次に公共事業の景気変動の調整機能について伺います。市民から徴収した税金の使い道、すなわち財政には資源配分機能、そして所得の再配分機能、そして3つ目に経済の安定化機能の役割があります。このうち経済を安定化させるための公共事業の景気変動調整について伺います。財政部長。公共事業につきましては、市民生活に不可欠な社会資本を整備し、魅力あります地域社会の形成を図ることを目的としておりまして、さらに不況時におきましては、経済対策の一環として、公共事業を拡大することが、景気を刺激する施策の一つと考えられております。以上。吉田幹人君。はい、ご答弁のとおり、公共事業には景気を調整する機能、すなわち地方自治体には不況時に公共事業を実施することで経済の安定化を図ることができます。市民病院建設もその公共事業の一つです。そこで、なんでこのタイミングで、建設業界が活況を呈しているこのタイミングでこの場所に建て替えなのでしょうか。市民に対してこれまで直接丁寧な説明がなされたことがないと思います。平成30年を目標にお隣の防災病院の建て替えが計画されています。病床数717床のいわき共立病院と病床数406床の労災病院、すなわちいわゆる地域1番店と地域2番店が同時に工事に入ることで、市民にとってのメリットがあるのか分かりません。震災後、建設費が高騰している状況で建て替えを決断するのは税金の有効な使い方と言えるのでしょうか。数年前の現病院建物の耐震化工事の支出3億円はどのような効果があったのでしょうか。これまでのいわき市による経営は過去10年間累計で約200億円の事業損失を発生させてきました。新病院の収支見通しにおいても毎年20億円から30億円の経常的な事業純損失が見込まれております。その経営を今後ずっと何十年も続けるのでしょうか。新病院建設のために市民一人一人に約10万円の借金を背負わせて市民病院を作るという市民との合意形成はまだまだなされていないと思います。ぜひぜひ市民への丁寧な説明と合意形成の場を設けていただくことを要望して次の質問に移ります。3つ目は入札不祥事の対応、ここでは契約締結不祥事の対応について伺います。現在優先交渉権者に指定された大成建設との間で契約内容の交渉中と伺っております。その意味ではまだまだ予断できない状況で、工事金額や工事期間についても流動的だという認識であります。そこで今回建て替えにあたって福島県地域医療復興事業補助金78億円を受給する前提の計画と伺っておりますが、同補助金の期限的な要件について伺います。共立病院事務局長。福島県地域医療復興事業補助金につきましては、福島県浜通り地方医療復興計画の位置づけに基づき交付することとされております。同計画では当面平成27年度までを計画期間としておりますが、地域の医療需要の変化が見込まれることから、こうした状況の変化を踏まえ柔軟に対応を図ることとされておるところであります。議長。吉田幹人君。はい、柔軟に対応ということで、
同補助金がもし期限的な要件を満たさなかった場合の対応について伺います。共立病院事務局長。福島県地域医療復興事業補助金の前提となります福島県医療復興計画の計画期間の延長に向けましては、これまでも市長を先頭に国県に対し働きかけを行ってきたところであります。今後におきましても、さまざまな機会を捉えて要望活動を行うなど、同補助金の確実な確保に向け積極的に取り組んでまいりたいと考えております。以上、はい、吉田美人君。はい、ぜひ頑張っていただければと思います。ただ、逆に言えばどうしてもそういった条件が満たさなかった場合においては、単純に市が、担保、すなわち市の負担、引いては市の負担となる恐れがないわけではないというふうに思っております。4つ目が、医師・看護師不足に対する対策の道筋 についてです。東京大学医科学研究所の小玉優子看護師と森田智博医師の調査によりますと、病院内に教育レベルの高い看護師が多いほど外科患者の死亡率が低いという報告がなされております。このような医療スタッフの充実による手厚い看護体制の有用性についてどのようにお考えか伺います。保健福祉部長。看護師の配置数を増やすなど手厚い看護体制を整えることは、きめ細かな看護や医療安全管理などの面において看護の質の向上につながり、患者サービスの向上が図られることから有用性は高いものと考えております。議長。吉田美人君。はい、サービス向上が大事だということですが、病院の患者満足度が高いと言われている筆頭に、東京築地の聖路加国際病院が挙げられます。アンケートによりますと、患者の9割以上が 97% が満足しているという回答が得られています。聖路加国際病院は病床数520床に対して看護師数が700名を配置しており、このことが非常に高い患者満足度につながっております。もちろん聖路加国際病院は私立の病院であり、共立病院のように一般会計から税金投入はなされておりません。病院の収入の多くは全国一律の診療報酬単価で定められており、すべての病院経営に公平であります。ぜひ経営改善していただき、市民の医療と質、医療の質と量の向上につなげていただきたいと思います。次に、既存の看護学校の定員増の支援の見込みについて伺います。現在医療現場の看護師の数が足りておりません。福島労災病院でも数十人単位で看護師が不足しております。お手元の資料、この A4 の紙がありますが、その真ん中のところ2ページ目開いていただきますと、福島労災病院の看護師長をお務めになっている坂本先生の原稿があるかと思います。実際お伺いしたところ、もう数十人単位で看護師がいないんですと、ぜひもう取りたいんだけどなかなか取れないんですというお話を伺っております。そのせいで医療現場の看護師が忙しく多忙になって、その献身的な姿には頭が下がる一方です。その要因の一つは、市内の看護師養成校の入学枠の少なさにあります。現在市内には3校の看護師準看護師養成校がありますが、その入学定員合計は1学年合計で165名です。一方、入学したいと入学希望者数は過去5年間の平均で約340名です。すなわち150人以上が看護師になりたいんだよと言っても、この入り口でお断りされているという状態なわけです。入学定員を増やして市内医療機関に勤めていただくことが看護師不足解消の一歩となります。
そこで既存看護学校の定員増の支援の見込みを伺います。保健福祉部長。看護学校の定員増につきましては現時点において具体的な情報はありませんが、今後そのような考えなどが示された場合には卒業生の就職状況や地元への定着状況等を勘案した上で支援の必要性について判断してまいりたいと考えております。以上。吉田幹人君。はい、ぜひ支援していただきたいと思っております。次に看護大学新設への支援の見込みについて伺います。実は市内の看護師と準看護師養成校の卒業生は必ずしも市内医療機関に就職していません。すなわち一定の方が卒業後さらなる上級資格を目指して市外へ進学していっています。その数は平成23年で31名、平成24年31名、直近の平成25年で39名です。30人以上の方々が市外に進学していっています。彼ら彼女らの受け皿となるためには市内に上級の学校、例えば准看護師から看護師になるための学校、もしくは4年生の看護大学学部の設置があると思います。いわき市においてそのような上級の学校設置への支援の考え方があるのかと伺います。保健福祉部長。看護大学または看護学部等の新設につきましては現時点において具体的な情報はありませんが、今後そのような考えなどが示された場合には本市の看護学校から看護大学等への進学の状況や卒業生の地元への定着状況等を勘案した上で支援の必要性について判断してまいりたいと考えております。吉田幹人君。はい、ぜひ前向きにお願いしたいと思います。次に移ります。先日 の医療シンポジウムの方では、医療人材の借り物競争はやめて市内で自らが医療人材を育てる長期的な取り組みが時間がかかるものの地域医療を良くするためには必須だという話が出ました。教育に対する投資は市の財産になります。平成25年度の市内の高校生の医科大学への進学数は回答によりますと15名です。その中では福島県立医大への進学者数が12人で突出しています。多い理由は地域枠という県内高校生が有利な入試条件で受験できる制度のためであります。類似の制度として私立医大の指定校枠推薦という推薦入学の方法の一つがあります。具体的には東京女子医大や北里大学等が実施しています。市内から医大への進学数を増やすための私立医大への指定校もしくはいわき市推薦枠を確保する考えはあるか伺います。保健福祉部長。医師の地元定着を目指して私立の医科大学または大学医学部に一定の入学枠を設定していただく指定校推薦枠、自治体枠の確保につきましては事業の具体的な内容が明確でないことから事例の有無等について調査をしてまいりたいと考えております。以上。吉田幹人君。はい、調査ということなんですが、すでに、いわき高校にも指定校枠がありますし他の自治体でもやっているところはありますのでぜひ調査していただければと思います。次に私立医大生、看護学生の奨学金貸与、支払い免除の基金創設について伺います。平成24年度入試において実はいわき高校にも、私立医大の指定校枠がありました。でも昨年度は進学者がいませんでした。すなわち入学枠があるにもかかわらず使わなかったということなんです。もったいないと思います。理由は私立医学部の学費が高額なためです。各高校からの回答によれば平成25年度の市内高校生の私立医科大学への進学者はたった2名です。
国立医学部の学費が6年間で約350万円に対し、私立医学部の学費が2000万円から3000万円と言われております。その高額な学費に対して二の足を踏んでいるわけです。結果としていわき市から医学部に人材進学する人材が少ないという事実を生んで、医師不足に手をこまねいているという現状を引き起こしています。それでは市が学費を支援して医療人材を育成したらいかがでしょうか。実際に埼玉県深谷市がそういうことをやっています。お手元の資料、最終ページあります。こう医学部6年間学費0円、このような取り組みをやっている自治体があります。また栃木県や新潟県でも同様の取り組みを複数の地方自治体がやっていて、医学部6年間学費0という奨学金制度を実施しているそうです。東京大学医科学研究所の神正弘教授によれば、福島県の教育に対する投資は最低ランクだそうです。人への投資は必ず市の財産となります。日本の将来は人づくりにかかっていると思います。自主的に、市へ貢献したくなるような詳細な制度設計は別途するとして、医大生や看護学生への奨学金貸与支払い免除の基金創設についてお考えを伺います。保健福祉部長。私立の医科大学または、大学医学部の学生に対する就学支援につきましては、本市においては私立病院医師就学資金貸与、福島県においては地域医療医師確保就学資金貸与等を行い、一定の条件を満たすことにより返還を免除するなど、それぞれ医師の地元定着を図るための施策を講じております。また看護学生に対する就学支援につきましては、茨城共立看護学院就学資金貸与制度を設けているところであります。このうち私立病院医師就学資金貸与につきましては、制度を開始した平成19年度以降5名の医師確保につながっており、一定の成果を上げているところです。おただしの支払い免除を含む学費の貸与のための基金創設につきましては、現行制度との整合性並びに医学生及び看護学生以外の学生に対する支援との公平性の観点から課題が多いものと考えており、当面これまでの就学資金貸与の実績や福島県立医科大学における地域枠により入学された学生の卒業後の地元への定着状況等を見極めてまいりたいと考えております。以上。吉田美希人君。はい、ご答弁の中でありました医学生への資金援助というのは20万円程度の月額の貸与制度だと思います。申し上げたとおり、学費2000万円から3000万円、これに対して月額20万円というのは桁が違うわけであります。また他の学部と学費のレベルが違うので、なかなかその辺が難しいのかなというふうに思います。いわきの医療を良くするためには医療人材の育成が絶対的に必要であります。共立病院の建て替えに関して400億円近い金額を出すということならば、同時に医療人材への投資、すなわち医療系教育機関の拡充や私立医大生看護学生への奨学金貸与支払い免除制度のようなより効果的な施策も検討してくださるよう要望して、次の質問に移ります。大きな2つ目は市職員の研修制度についてです。市職員研修は職員の基礎的能力維持とさらなる能力開発を行うため複数の研修メニューが用意されておりますが、震災後業務が多忙となって研修が後回しになってきたということがあります。そこで過去の研修実施回数について、まず職員研修実施回数の過去5年間の推移を伺います。総務部長。職員研修につきましては、各職階に必要とされる基本的な知識を習得するために実施する基本研修や、専門的実践的な知識を習得するために実施する特別研修のほか、先進地でより高度な知識や技術等を習得するために
研修専門機関や先進自治体等へ派遣する派遣研修により構成されております。これら職員研修全体におけます過去5年間の修了者数につきまして、延べ人数で申し上げますと、平成21年度は112家庭2412名、22年度は126家庭2762名、23年度は23家庭1169名、24年度は96家庭2482名、25年度は104家庭2727名となっております。23名でございます。以上。吉田幹人君。はい。やはり震災直後の平成23年度には、研修回数が激減して、その後回復基調にあるということが分かりました。職員研修の多くは市庁舎内での座学でございますが、その中でも派遣研修は主に市外に出て外部講師等から研修を受けるものであります。市内に閉じこもるだけでなく、井の中の蛙とならぬよう市外からの視点を持つことは極めて重要と考えます。そこで派遣研修実施回数の過去5年間の推移を伺います。総務部長。派遣研修は高度化複雑化する行財政運営に的確に対応できる職員の育成を図るため、外部の研修専門機関等へ職員を派遣し研修するものであり、過去5年間の派遣者数につきまして、延べ人数で申し上げますと、平成21年度は79家庭116名、22年度は84家庭123名、23年度は13家庭17名、24年度は51家庭76名、25年度は57家庭82名となっております。以上。吉田幹人君。はい。その中の派遣研修の中でも国内行政実務研修は他の先進自治体へ派遣されて、先方の職員として他の自治体の先進業務を学んでくるものと伺っています。同じ地方公務員であっても他の自治体との違いを体感していくことは、いわき市の業務を進めていく上でも極めて重要だと思います。国内行政実務研修への派遣者数の過去5年間の推移を伺います。総務部長。国内行政実務調査研修は派遣研修の一環として本市以外の公共団体等へ職員を派遣し、市の行政課題の解決やプロジェクトの推進等に認識するため調査研究を行わせるもので、過去5年間の派遣者数につきましては、平成21年度は14件26名、22年度は15件25名、23年度は1件1名、24年度は17件25名、25年度は15件29名となっております。はい。吉田幹人君。はい。2つ目は今後の研修への取り組みについて伺います。市職員の離職率は民間企業に比べて極めて低く、多くの職員は定年まで市のために調べて考えて施策を実行していっています。優秀な職員人材を揃えていくことは、これすなわち人づくりはまちづくり、いわき市民全体の利益となります。特に離職率が低いということは、研修投資が全く無駄にならないということでありますので、また若い時に受けた研修がその後の市役所人生にずっと役立たせることができ、極めて有効だと考えます。ぜひ若い市職員ほど積極的に外部に出して研修していただき、市の財産とすべく今後の人材育成の方針を伺います。市長。職員研修は市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と指揮権を備えた有能な職員を養成し、市政の円滑な運営に資することを目的としており、本市ではいわき市人材育成基本方針に基づき毎年度職員研修計画を定め、体系的かつ効果的な
実施に努めているところであります。中でも国内行政実務調査研修は本市以外の先進的な公共団体等に職員を派遣し、特定の政策課題等について調査及び研究を行わせることにより、これまでも職員の視野の拡大や能力の開発に資するとともに、合わせて行政施策の推進にも大いに寄与してきたところであり、実効性のある大変重要な研修であると認識しております。このようなことから、現在震災からの復興期にはありますが、今年度は派遣する職員枠を増やすなど、その充実に努めてきたところであります。今後につきましても、本市の復興や将来のまちづくりを担える人材の育成に向け、時代の要請に応じた職員の能力開発向上が可能となるよう、普段に研修体系や研修手法を見直しながら、職員研修全般にわたり、その内容の充実強化に努めてまいりたいと考えております。以上、吉田幹人君。はい、市長自ら積極的かつ前向きの回答、大変ありがとうございました。大きな3つ目はサイクリングロードについてです。現在、いわき市の海岸線沿いに防潮堤の建設が進められております。高さは水面から 7.2 メートルであり、住宅地からだけでなく海岸線沿いの道路からも海が見えなくなってしまうのではないかという危惧が寄せられております。1つ目、これまでの取り組みとして、これまでの市内のサイクリングロードの整備状況を伺います。土木部長。市内のサイクリングロード、いわゆる自転車道路網の整備状況につきましては、既存の幹線道路や河川堤防などを有効に活用した自転車道路網の構築を目指して、平成10年度にいわき市自転車道路網整備計画を作成しております。その中で重点路線に位置づけられた新川夏井川ルートや海岸線ルートなどの8ルートの自転車道路網のうち、新川夏井川ルートにつきましては、主に二級河川新川や夏井川の堤防を利用して両岸の延長約28キロメートルの整備を平成22年度までに行ったところでございます。議長、吉田幹人君。はい、それらサイクリングロードの整備目的を伺います。土木部長。自転車道路網の整備目的といたしましては、自転車の利用を促進することにより自動車交通の減少が図られ、交通渋滞の緩和に寄与するとともに、自然環境への負荷が小さい街づくり、いわゆる自然共生社会の形成に役立つこと、さらには自転車を活用しながら健康の増進を図ることや、最近増加しているサイクルスポーツ愛好者に活動の場を提供することなどでございます。以上、吉田幹人君。はい、それではサイクリングロードに対する現在の維持費用を伺います。土木部長。自転車道路網の維持管理につきましては、新川夏井川ルートの場合、既存の道路や河川堤防を活用していることなどから、それぞれの施設管理者によって維持管理が行われているほか、河川愛護団体等の有志の方々によりましても、除草やゴミ拾い等のボランティア活動を通した維持管理への協力をいただいているところでございます。議長、吉田幹人君。はい、ご回答で、サイクリングロードに対して特段の、大きな維持費用がかけられていないということが分かりました。ぜひですね、一度、現在の夏井川新川サイクリングロードを実際に歩いて、見ていただければと思います。途中で途切れている箇所もありますし、また路面の陥没や起伏で、つまずきやすくなっている部分もございます。整備目的が健康増進、それと道路もということでしたが、いわゆるその整備目的の効果が半減しています。きちんとした予算をぜひ、取っていただき、維持整備していただきたく要望したいと思います。次に、今後の整備計画について、伺います。ぜひ防潮堤、今作っている防潮堤を
市民が海を見ながらこうテクテク散歩できる遊歩道、もしくは海を見ながらこうブラブラ自転車で走れるサイクリングロードとして整備していただきたく、今後の整備計画を伺います。市長。今後のサイクリングロードの整備計画につきましては、残る7ルートのうち本市の魅力ある沿岸域を活用した海岸線ルートの実現に向け、新たな防潮堤や防災緑地の整備を進めている国・県の関係機関と協議を進めてまいりたいと考えております。また整備計画の立案に際しましては、歩行者や自転車利用者の安全性を確保した上で、既存道路から防潮堤への円滑な乗り入れが可能となるようスロープを設置するなど、沿岸域に立地する観光施設等を結びながら、より魅力あるルートとなるよう取り組んでまいります。議長。吉田幹人君。はい、大変、前向きな答弁ありがとうございます。当初防潮堤の利活用について、通告しておりましたが、ただいまの市長の答弁で、計画の中に内容が含まれておりましたので、質問は割愛したいと思います。自転車が利用できるためには、どうしても市長がおっしゃってくださったとおり、既存の道路から防潮堤へのスロープが必要ですし、できれば複数のトイレとか駐車場があると市内の遠方から来れますし、また市外からも使いやすく、市外の方が来てそこを走るというような使い方もできるので、非常に使いやすくなると思います。そして市外の方が海を見て楽しむ機会も増えるのではないかと思います。今予定されているいわき市沖というんでしょうか、いわき市の防潮堤は約30キロぐらいと、ということで、もしこれがこう走れるということになれば、全国でも屈指のサイクリングロードになると思います。復興の大きな起爆剤になりうると思います。美しいいわき七浜を見ながらサイクリングということで、市民の中ではすでにですね、仮称いわき七浜サイクリングロードとこう名付けたいという方もいらっしゃるそうです。また今度再来月ですか、11月2日にはツールドいわきという自転車イベントが市内で開催されます。参加募集人数は約800名ぐらいということで、アクアマリンパークからスタートしてゴールします。120キロコース、それと60キロコース、もうちょっと楽な30キロコース、この3つのコースで自由にこうファンライド、競争しないでこう遊びながらこうぐるっと回ってくるということが予定されているそうです。私も自転車に乗りますけれども、いわきの中にはハードな自転車乗り、ソフトな自転車乗りも含めれば、相当数なこう自転車を乗ってらっしゃる方が多いと思います。市役所の中でも新川夏井川ルートを使ってこう自転車で通勤されている方も結構多いんじゃないかと思っております。そういった市民のためにもぜひ意を持って取り組んでいただければと思い、私の質問を終了いたします。ご清聴大変ありがとうございました。ここで午後3時30分まで休憩いたします。